雷鳴が来る。こどかし。よっ、ここにあり。たまには徒歩で進むのも。ついてきなさい。あちらかしら。後ろは任せたわ。参ります。雷電の攻撃、早く。行きましょう。行動開始。光栄なさ、クリから。私に服従しなさい。時期を見て動きましょう。よっ、ここにあり。準備できたよ。ここにあり。あちらかしら。準備できたよ。今日話した天命の内戦の話をまだ覚えていますか？この先にある教会堂の廃墟もその時代のものです。そして私たちが今いるこの広場は聖女カレン・カスラナが亡くなった場所です。聖女カレン、彼女はカスラナ一族の鏡だってパパは言ってた。彼女はあなたと同じように天命を裏切ることを選びました。でもあんたはずっと天命側にいた。オットーの空間実験に協力した。5ヶ月前あなたは私にどうして天命にいるのと聞きましたね。その時私は天命がなければ誰がこの星にいる数十億の人々を崩壊から守るんですかと。この世界に絶対的な善と悪はなく、あるのは使命だけだってあんたは言ってたね。もちろん今の私もあんたの立場や気持ちを理解できるけど、当時の私は本当にわからなかった。あんたの使命って一体何？どうしてオットーの言いなりになってたの？今の私はあんたに偏見を持ったりしていないけど、
もし本当の理由を教えてくれたら、私はあんたに感謝するよ。少し不適切な言い方かもしれませんが、私にとってオットー主教はあなたにとってのテレサさんのような存在です。彼が今の私を作ったことは否定できませんし、崩壊に対する彼の理解が私たちよりもずっと深いことも否定できません。あなたが本当に聞きたいことはそれではないことは知っています。その答えをちゃんと教えますが、あんたに勝てたら。そうだよね。その通りです。さあキアナさん、正々堂々と勝負しましょう。望むところだよ。もう始まります。私の番、文句はないよね。これが委員長が言ってた。死別れて3日なれば、すなわちまさに刮目して相待つべしだよ。さすがです。5ヶ月前のあなたと比べて、律者の力の運用に関してはまさに雲泥の差です。ですがそうなるとあなたはよりオットー主教を警戒しなければなりません。彼は何度も空の律者の力は必要だと口にしていました。空の律者の力がオットーに必要なの？はい。そしてそれは私がこれから話す答えとも一定のつながりがあります。何せ私自身の状況にとって第二の神の鍵は確かに必須でした。第二の神の鍵？それって全文明の空の律者のコアで作られた神の鍵だよね。その通りです。それを使えば漁師の海の満ち引き、虚数の木の脈を観測することができます。私の体内の世界の泡をつなぎ止め、虚数の木との再接続を可能にしてくれましたから。体内にある世界の泡、それがあんたがずっと夫側にいた最も本質的な理由だって、そう考えてもいい？はい、そう考えてもらって構いません。あなたが経験したことと同じく、これも長い話になりますから。この話は退屈に見えて、しかし危険に満ちた外の世界での任務まで遡ります。任務開始前の時点で面白いところを話せと言われたら、当時の私はまだ12歳だったとしか言えません。12歳？確かにあんたは最年少で A 級と S 級のバルキリーになったって知ってるけど、私の体は比較的早熟だったかもしれません。大したことありませんよ。今日の基準では当時の私は全然一人前のバルキリーとは言えませんから。当時私とリタは漁師の海の探索任務を引き受けました。あなたの仲間がマリアナ海溝の海炎城に行ったと聞きましたが、私たちの目的は海炎の目の中にある危険な異界ではありませんでした。私たちが到着した場所は空間的に少し支離滅裂ではありましたが、この世界と同じように長い歴史と文化を持っていました。そこには潜水艦に乗った国王一座があり、天球史のように知的機械が普及しているアレクサンドリアがあり、
球技が流行っているユカタン連邦があり、それから南米大陸を統一して世界を救ったインカ共和国もあります。本来漁師の海の奥に浮いていたあの世界は消滅する運命にありながらも、各時代世界から来た英雄たちが集まっていたんです。気骨があって楽観的なシェイクスピア船長、慎重で物知りなシュレーディンガー博士、親切で勇敢なミゲルおじいさん、これ以上話したら紹介だけで時間がかかってしまいそうですね。ですが今の私たちにとって本当に大事な話は、あの世界を存続させるための拠り所として彼らが私を選んだということです。12歳の私にそれができる力があったからではありません。さまざまな理由があって当時は私以外選ぶことができませんでした。エーテルアンカーを通して彼らは自分たちの世界を私の体内に封じたのです。そうすれば私が自分の世界で生きている限り、彼らの世界は漁師の海で消失することはありません。それってあんたは12歳からそんな使命を背負ってたってこと？どうですか、あなたともう一人の空の律者の戦いに比べれば私の経歴はかなり楽でしょう。私にとって私の体内にあるあの世界は山の奥にある故郷のようで、大都故郷とつながりがあるごくわずかな人だけがその過去、現在、未来を背負うことができるんです。過去5年間私はずっと世界の泡とのつながりを解除する方法を探してきました。そうすれば私の身に何があっても他の人にあの世界の運命を託すことができると思ったからです。しかもそれは私だけがやり遂げられる使命ですから。では5ヶ月前にあなたに聞かれた質問に戻りますが、幼い頃から天命にいる人間にとってそういう使命を果たさなければいけない時に他にいたりも分かっています。あなたの立場から考えると私は悪人に協力した愚か者なのでしょう。しかし私にとって天命はかけがえのない価値があります。それが当時のあの言葉、この世界に絶対的な善と悪はなく、あるのは使命だけの意味です。でも第二の神の鍵のおかげでその使命の一部が達成できたって言ったよね。はい、それは1ヶ月前のことです。運に恵まれた私は巨数の木の周りにたどり着きました。そのおかげで今の私は体内の世界の泡を他の人に移して保管してもらうことができるようになりました。使命の後継者を作れるようになったのです。今の私は過去の私より少しだけ自由になった、そう理解しても構いません。5ヶ月前の私はこう言ったよね。天命最強の S級バルキリー、その肩書きは私の憧れだったし目標でもあったって。こう話すのは少し変かもしれないけど、もし将来私たちの道に争いや対抗があったら、私は多分すごく落ち込むと思う。その気持ちは理解できます。私はあなたのことを才能があるとコメントしました。そしてあなたは数ヶ月でそれを実現させました。
崩壊と戦うことが私たちの最終的な使命なら、いつか私たちの歩む道が一つになる日が来るはずです。今の私の身分で約束はできませんが、私たちの使命は5ヶ月前と比べるとすでに近づいている。そうし、ですが主教様の不可解な行動はやはり少し心配です。もし第二の神の鍵が彼の需要を満たすことができなかったら、きっと彼はまたあなたの力を望むのでしょう。忠告ありがとう。ハイペリオンのみんなもずっと彼を警戒してるから。それならいいんですが。よっ、ここにあり。そろそろ時間ですね。ハイペリオンに戻って立者衝突実験をするんですよね。あ、うん。あんたも一緒に来る？もちろんです。アインシュタイン博士が入れたハニーコーヒーを結構気に入っていますから。